ばはーす。感激部最終回でございます。やったー。重に、いや、なんか喜んでいた方がいいからね。打ち切りですか。そう、打ち切り。そう全然まだまだやるつもり。数字が重いのが伸びアンケートが。というわけで、今週、今日は、最後の感激部を、ね、はい、ここ、感激三昧日本橋店よりお送りしたいと思います。学会ナンバー001番、バグダッドカフェ泉博介です。よろしくお願いします。突然言い出してですね。会員ナンバー002番立花祐介です。よろしくお願いします。003番竹信です。よろしくお願いします。でもすぐゲスト、はい、もうゲスト行きましょう。ゲストさん紹介しましょうか。はい、はい、何番なんやろね。まだですかね。まだあるの。番号あるわ。番号覚えてますか、ちゃんと。まあまあ早い。三つ木さん、あ、二郎さんが早い。二郎さんが早い。二郎さん、二郎さんから行こう。うん、早い人から。早い人。いや、真ん中の。はい。五とか違う。おー、すごい。おー、4。むしろ4誰やねんから。4はね、ちひろですね。今は亡き、今は亡き、今は知らないですけど、はい、あ、なんか5番の二郎松田さんで、カヨコン大発明二郎松田と申します。お願いします。お願いします。で、次が、次が17番の三つるぎさん。あ、どうも、じゃあ調子の行こう、マジンハンター三つるぎです。お願いします。お願いします。で、次が38番。38番。なんか光の内野手みたいな。お前ね、かまひびですね。はい、よろしくお願いします。今回はもうとりあえず、はい、あの別にテーマもなしで、ね、集まっていただいたというよりか、もう僕らがだらだら喋ろうかなと思ってたんですけど、うん、でもまあせっかく最後やし、うん、言うので、一応皆様に今まで出ていただいた皆さんやめますねっていうメールを送って、そうです、ね、ほなじゃあちょっと遊びに行くわ言うて来てくださった人が、うん、このこれ日のいい日のいい仲間たちです。そうそうそう、結果的におじさんしかいないわざわざ差し出るもんだと。そうでしょ。こんなに愛されてる、人気のある人たちは。そんなことないです。人気がないから暇だ。そうそう、だから打ち切りか。まあまあ、チャンスでございますけどね。まあまあ、はい、まあでも他にもね、もうちょろちょろ、もしかしたら、ね、そうですね、この後もちょっと駆けつけて、9時までがね、そうね、その後9時まで、10時までみたいなところでございますから、はい、駆けつけてくれる方もいらっしゃるとは思いますけども、そうですね、はい、やろうか思ってるんで、というわけで、ね、そうです。あと、まあ、花も来るかもしれませんしね。あ、はい、今、後で？すいません、言って花屋さんが。いやいや、そんな。あ、そうだ、そういうことじゃない。そんな、いやいや、そんな。あの、最後の。そうね、最後の。でも、一番最後に花来たらいいよね。ちょっと泣いちゃう。泣いちゃうよね。そうね。そう、って意図的なね。はい、意図的なね。そうね、そういうのあるよね。最終回。最終回、最終回、いやでも最終回最終回言ってるけど、はい、まあ、いわゆるレギュラーのやつは最終回。あ、そうです、そう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 、もう毎週毎週はもうちょっとやめよう。あ、じゃあ今後なんか特番的に、特番的に大きいことがあったらと思ってやる、うん、やる可能性はあるけれど、世にも君が戻られたら、そうです、そうです、持ち込み企画とかあったらやりますよ。水曜どうでしょう。そうそう、一生感激部しますという状態でございます。そう、まあでも持ち込みがメインですかね。多分僕らが自発的にやるということはなかなかお仕事も忙しい。もうメタないよ。そうなんですよ。そう、まあそれが原因みたいなのもちょっとありますから。本当にここ 1,2 年のモチベーションの下がりが。すやね。そうなんです。何やろね。何があったんですかね。もう顔面からひしひしして。そんなに伝わる。結構見ていただいてるんですよ。俺基本仕事しながら、はい、音だけ聞いてくると。なるほどなるほど。ラジオ代わりに聞いていただいて。そんなに何も言うてない期間が10分ぐらいずっとずっとありトーク番組で黙ってたらもう。いや、なんか、したいから言うてないですけど。言うてはいるんですよ。言葉は出てるんですよ。音はあるんだけど。現代交互トークみたいな。そう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 。なんやろな、これみたいな。物語進まんな、みたいな感じでは。どうも何も進まないみたいな。塚公平のようなね、そうね、そうね。ガンガンとこう。わけではない。まあ僕らそういうスタンスではなかったので、もともとが。なるほど。うん。そう、だから最終回結構僕だから、普段よりめっちゃ喋るなと思ってて、自分で。ちょっとテンション上がってんのかな。酔ってますか？いや、全然酔ってないです、酔ってないです。全然。終わるんが嬉しい。いや、そうですちょっとした解放感。まあ、でも正直ね、ちょっとね、ありますよね、ちょっとした解放感。まあまあ、いろいろね、何回かこう、テコ入れを僕らの中
ではやりましたからね。やりましたからね。そうそうそう、何回かのテコ入れの末のこのデジタルクです。ここ1、2年ですよ。それこそシンゴジラの回とか、はいはい、あ、なんかあのパターンもっとやるのかなとか思ってたんですけど、結局あれあのタイプ、ね、その後にだから君のシンゴジラほど好きなものがな、そうなんですよ。でもここがめっちゃ好きや。そっかそっかそっか。うん、だかジャニーズ回ぐらい。あ、そっか、ジャニーズ。そうやね。はねた。はねた。もうアメトーク表紙に行くしかない。そう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 。でもなかなかないのよ。誰がこれめっちゃ好きっていう情報が意外と結構ないなと思って、うん、まあ、そんな誰が何が好きっていうことをね、うん、ほんでしかもそれが一人やったりするの、そうですね、そうですね、だからあそれもアメトークと一緒で複数用意せなあかん、そう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 、その辺の僕のねゲームが好きだとか政治が好きだって言っても僕しか語らない感じ政治はでも一回やろうかって話あったんだと、うん、あってあって結局やらなかったですね。なんか俊郎さんとこのその時だからお兄ちゃんかみたいな。お兄ちゃんよ。お兄ちゃんよ。どんなもんやね。大した人気だね。と、ひじやさんね。ひじやさんね。ひじやさんとお兄ちゃんが。お兄ちゃんが市長。市長が。あ、そうなんや。そうなんや。そうなんや。これ言うたらあかんの。いや、いいですよ。それで、あの、近くの、四国のどっか。そうです、そうそうそう。まあ、だから、バグレル。そうだ、バグレル。リグルみたいな。やってるのは、それ。で、その二人と高尾君がこう。3人で政治を当たったら面白いかなみたいな企画はね。お前も朝までやる。誰かが怒鳴らなあかんのなしから。そして話はずっと平行線っていう。まあ、というか言うのもあったりはしたんですけど、なかなか、でもじゃあそれでブッキングするってなったとて、あ、そこですよ。どうやろうみたいな。あ、そのブッキングとかをやる段階になるとメールせなあかんでしょ。でそれの返事またなんかでしょ、うん、何日まで帰ってこんかったらまたもう一回リマインドのメールせなのかとかっていうのをずっと考えていくとどんどんみんながシューンって下向いていった、だって最初の方とかって多分その月に、うん、月にやってたかな、打ち合わせって1月前じゃなかったもん ね途中からね、なんか橘君が1月前にやろうよ、ちょっと人が抑えられへんし、うん、その月にどうですかっていうのもあれやろうって言ってその先の先一月前ぐらいには企画立てよみたいなことをし始めて、そうそうそう、でちょっとちゃんとした時期があって、うんうんうん、でそこにそれに疲れ果てた時期があってみたいなことなのだろうか。え、だ第1回は何年？第1回はね、僕2014年4月。あ、何日前？出ないのかよ。出ない。なんでこのモニターの前でやってるの？今ネット繋がってないです。このモニター。宝の持ち腐れや。そうですね。僕らのためのモニターじゃない。これは映らへんやろな、これは。映らない。エンタメ系ハテナというやつ。そっちやったら。エンタメ系ハテナってどういうことですか？エンタメ系、エンタメ系って言うけど、エンタメ系ってなんやねんみたいな話をした。ああ、そうね。見た。どんな話になったの？どんな話やったかな？俺、いてないよね。いた、あ、いたわ。いましたよ。誰が出たんですか？ちひろくん。ちひろくん。そこですね。斬撃ニトロ。ああ、はい、そう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 。当時だから、それこそミジンコターボさんが、うん、多分解散しちゃったかするかぐらいの時期やって、あ、で、あ、ゲスト一人やったと思うんですか？そうですね。そうそうそう。で、なんかそのエンタメ言うけど、どういうことなんかな、エンタメってみたいな話をしようかとか、もともとのね、その番組のコンセプトが演劇について語ろうよみたいな、ね、割とちゃんとした番組だったんですよ。だって感激部ですもんね。そう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 そやってます、みんな演劇やってますから、ジャニーズマン。あいさつの方がね、うまいか。ショックとかやってますもんね。あ、そうやってます。まあもしあれだったら、いろいろこういうのありますから、なんかお題目、なんでも僕ら喋れますから。一人芝居トライアル。一人芝居トライアル、勝手に大予想。これ面白かったですよね。あー、これ毎年なんとか思ってたら、一回だけ終わりました。全然振るわんかった。あれなんですよ。そうなんですか。これはなんかやっぱりお金をかけてて怒られたとか、そういう。違う、別に。なんかそれはやってた。あれ、この回ってだからヒロさんが荒れた回。いや、それは1個前のやつやと。違うやつですね。それは多分
あ、大予想か、大予想か、出てない。競馬に例えて誰が勝つかみたいな。おお、思い出しました、思い出しました。トライアルってあの時だから、ま、3日間ぐらいやってる、ファーストのところのところでやってて、うん、でトライアル、まさにファーストでやってて、はい、でそれでお三方はその結果知らずに、そうそうそう、俺は見てから行ったんですよ。予想してたやつ。そうです、見てへんのに勝手に3人そうそう、だからこれ白丸、これ二重丸かな、これ三角かなみたいなんで、ね、そうそう、それを決めて、こういうことこことここが行くんじゃないかを勝手に予想して、ジローさんが来るから答え合わせしようっていう企画やった。そうだそうだ、やりましたね。で、なんかね、結局だからその、あのね、出演者馬に例えて、そうそうそう、観客を馬場に例えて、そうそう、おもももやったらどうなるか。こうちょっと重い系の芝居やると馬場が続くから、そこでその後コメディ来られてもどうやろうなみたいな、軽いすがる馬が来てもらうみたいな話をしてたのか。そうそうそう、1周目はいいけど2周目でもうやばいんちゃうかみたいな。そう、面白かった、ね、面白そうだよね。これだけ聞いたわ。面白かった。ただ俺は結果知ってるから、そうそう、何を言ってんのやろ。いや、でもただその予想が意外と当たらずとも遠からず面白かったですけどね。なんか未来人の気持ちって、そう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 、僕らは全然分かってない。なるほど、ね、そうそう、一人だけ未来を知ってる人や、こっちからしたら。ここに来たら、そうそうそう。まあ、でも確かにそういうの賞レースでここやあれやみたいなのはやりますからね。なんかだっていつもドラフトなんややってるじゃん、あ あのかわいそうな企画。京都学生演劇祭ってところで、そうそう、京都のドラフトやってるんですよ。そうそう、うん、学生の演劇祭でなんやかんやあるやんか、うん、でそのあった後に、こいつが欲しい、こいつは思んないからいらんみたいなことをみんなで言わない。いらんとは言わないけど。なるほどね。ただ指名漏れして泣いてる子いましたからね。そうやと思うで、ね、ドラフト1位。まあでも嬉しいけどね、逆に選ばれると、ね、競合してくじとかガッツ引いてますからね。まだまだ、ね、ちゃんとでも欲しい順に指名するわけじゃないっていうところがね、そうか、ね、ほんまにだってドラフトの形式やもんね、あれ。ほんまに欲しい、こっちの方が欲しいけ ど、ね、こっち競合しなさそうやし、こっちの方が先に取ってくるから。ちゃんとそれはやってるんや、そのでもアメトークとかでもあるよ ね、 ね、なんかこの番組のなんかやってたね、うんうん、うちの劇団の補強ポイントとしてね、うん、こいつはすごい上手いけど、こう、まあ、でもヒゲダルマンと似てるし、ね、なるほど ね、 なるほどね、キャラかぶりないポジションを埋めようみたいな。それは確かに、でも一回あのプロデューサーが決めるみたいなのをやりましたね、アタナサツ事件のやるとして、キャスティングを勝手に考えていって、で被らんようにみんながそれぞれ考えるみたいなの。結構な人たちがあります。これはプロデューサードラフト会議ある。渡辺大さんと猪瀬さん、猪瀬さん、ABC の人、ガチですね、ガチの方に、アート館の人と ABC の人、面白いですね。これちょっと楽しそうにしてはりました。2人でしたっけ。2人です。前半は多分それやって、後半は空飛ぶ感激部っていう、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、こっちの人。こっちの人。そっち行きます。山本君何番？来ました。ちょっと待ってね。さっきちょっと紹介だけしてもいい？はい、いきなりやけど。何番やの？54番。54番の山尾匠君です、こっちかな。54番です。ありがとうございます。いい番号ですよ。そうですね。稽古場を探そう。大阪演劇稽古場問題の時に出ていただいて。マジっぽい、ない、大阪大変ですからね。ないっすね。京都楽だから、もう100円で。いいな、100円か、安い。西成演劇祭かなんかをやってた。あ、そうですね。そっかそっか。西成の稽古場かな。大阪の交流センターが全部閉鎖するってなった時に、ありがとう、今までみたいな感じのでイベントやって。なんか主軸でやってくれてたのがあったんで、はい、じゃあ稽古場なくなる問題をちょっと喋ろっかっていうのをやってたんです。そうですね。これからどうしていってんねみたいな話をして。そうですね。そう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 。あるかなみたいな。そうとか、どこが安いぜみたいな情報があったらいいなと思ったんですけど、あんま出てこなくて。愚痴って思った。愚痴って思った。いや違う、なんかね、意外とあるやんっていうことがあった。そうなの。ないないって、あの当時僕ら演劇人大丈夫かってなってたけど、うん、あの便利なとこがなくなった、うん、まあ、安くて、でもその周りで、ああ、そう、周りに東大阪行ったりとか、ちょっと離れたら全然あるでっていう話になっちゃって、あるやんってなっちゃって終わった。なんかそんなでした。
まあまあ普段はね、確かにね、なんだかんだで声出してたら結局うるさいって言われたりとかね。そう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 。そういう急に演劇団体が使い出して賑やかになり出すみたいな。そうね、あるある。現代高校演劇するしかない。ボソ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 。そうね、それはそうかもしれないね。他は皆さんご存知ですか？ここ3人はみんな、てか俺、高野さん俺初めてなんですか？初めてというか、ニアミスター何回もなんかイベントとか一緒に、そうそうそう、君の名みたいですね。見えへんって書いてるよね、高野ミスター。あれ、なんだっけ、中野島神崎です。あ、ABC の春の演技で、うちの次に出てはって、はい、楽屋でパウダー回すぐらいはやってる。やってる。そのぐらいですか？あ、そうなんや。あと有本が1回だけゲスト的な感じでなんか出てましたね。だったのでその関わりとかですね。そのぐらいぐらいですか。ここは三鶴さんはもう大体まあまあ、まあまあ、あの出してもらったこともあるし、はいはい、あのね、一人芝居配信の時の一緒に出てる。なるほどなるほど。あと、やたら映画館で会う。映画館近いんすか、家。いや、思うんですけど、どこどこか。ああ、そう。だから好みは似たようなものですよ。だいたい値段とかね、あ、意外と思う。結構な、普通の辺、普通の辺、近所とかって分かるけどね。あ、でも、片町の交差点でよく会う。めっちゃピンポイント。絶対うち近いな。家近いし、家近いですね。歌もあり。映画館では三つ木さんとあのヒロさんはやっぱあります。ヒロさんは映画。マーベル映画、だいたい言います。好きやから。わざわざ同じ日じゃなくてもいいのに。ボン。俺が結婚発表した日に会うてめっちゃ嫌でしたね。まあ、そんなことはいいです。嫌がらん。いや、嫌じゃない。嫌がらんでいいけど、なんかよりによって、まあ、ヒロさんか、まあ、まあ、そうもうちょっとね、ええ感じの人や、幸せな感じの人や。エレベーターで鉢合わせて、向こうにヤニヤしてるみたいな。ああ、いじられるしね。なんかね。そうね。じゃあ山本とはそんなに、いや、初めまして。初めまして。知らない。知ってる。僕は知らないですか。あの新選組に僕出た時にはお手伝いに来てはったから。おお、役者さん。役者です。あ、役者やし、作演もやるし、なんか武漢もやってるし、一応仕事自体は大道具やってて、で、いろいろつまみ食いしてるみたいな感じで。でも芝居がだから変な場所でやるのが好きで、三階電車とかお風呂屋さんとか、天王寺から下の方に行ける、お風呂屋さんのチンチン、そうです。当てないですよ。トータルしたらトータル。めっちゃいい顔してる。したから。さすが笑いのない。この線になったんじゃ。次の線でも満タンやで。すごいね。そうそう、そんなんだよ。なんやの、全然共通点ないね、このように。すごいですね。多分おっさんだっていうことぐらい。若いよ。若いよ。28、今年。一歩踏み入れよう。34。もう34。ここ何歳なの、二人は。俺の方で50になった。うわー、おめでとうございます。もう50か。50になっちゃった。いや、びっくりした。あるんですね、50。ねえ。ジェロさん今。俺今年で45です。45か。もう、いよいよな感じ。マスね。まあ、人間50年ですからね。めっちゃないよ。もうないやん。まあ、日本とか合わないよ。誰にも。わかんない。近いと思ってて、トヨピーとか。怖い。ぜひもなし。ジローさんって何回出てるの？ジローさん結構出てる。俺でも初期に何回かポポポッと出て、そっから俺多分2年ぐらい俺呼ばれてない。あら、あ、そう、もしかして。でもジローさんね、俺しらっと調べてるの、誰が一番出てるんやろ。誰が一番出てるんですか？多分ジローさんじゃん。え、マジ？そうなの？が5回ぐらい出てる。いや、そんな出てないですよ。いや、いや、出てる出てる。覚えてないよ俺。チラシと演劇、え、一番最初から言うと作品解釈の彼方っていう、かっこいい。あ、解釈の2回目、匿名のやつや。そうですね、やつや。はい、匿名劇団のジャークを見て、あ、それがこういう物語なんじゃないかっていうのを勝手に解釈しようっていう回があって、それに坂本アンディと多分ジローもつながってる。そうですね。で、その次、さっき言ってたトライアル予想、予想出てもらって、未来人役として、
フライヤー街とフライヤーが燃え尽きるまで。ああこの間のね、うん、この間のあほんまやちょろっとねチラシを焼いたっていう。そうそうそう、あ焼いた、やぶろうとして、あれあの話の真相知ってる人、うん、あそっちの話じゃないですか。ああそっちの話じゃないの。あその元の方最初かやし王将事件です王将事件や王将事件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 社長がね京都でね。その後ですね、作園嫁女子会、脚本家、演出家の夫を持つ妻。それ全然忘れてた。これはちょっとあれなんですね、音声のみの。そうね、ハードタイムされてる。そう、なんか機材トラブルで、うん、なんかもう顔を覆面でやってたとかさ、いろんなもうこういう感じで人妻が2人おったから音声は、音声書いてやってるので、ちゃんと映ってないのに有本への愛を語らされるっていう、もう地獄みたいな。そう手紙書いてこいみたいなので言ってた。結婚発表、いやそれ直後ぐらいでしたっけ。女性2人の方やったかな。そうですね、そうですね、はい、なんか普段の思いを読んでもらって、いやめっちゃいい回なんですよ、ほんまにほんまに。残ってないですけどね。残ってる。映像はね。音声は残ってる。で、チラシと演劇。あ、やっぱり12、挟み込みで目立つ方法からエンブレム3まで。5回。あら、風間君と千葉さん。そうです、そうです。そうそう。これが最後ちゃいますかね。そうですね。だからチラシ関係、いろんなことしか言ってない。そうね。いや、2年前ですわ、じゃあ。おー。16年。で、5回、多分最多や。そっか。お世話になりました。アンディとかも結構出てる。アンディはでも多分3、4回ちゃうかと。本人の会ありましたよね。あ、アンディの会っていうのはありましたね。お一人様やってましたもんね。お一人様会みたいな。はい、結局お一人様会、アンディしかやってないのか。いやいや、違うわ。小山くんや。アンディくんを師と慕ってた、そうですね、小山、ベロベロ眼鏡女の小山くん。もう一回やってるはずですね。アンディ君回もめっちゃ面白かったし、小山くん回も結構。なんか良かったみたいです。うん、そうそう。アンディくんは出たいんです、こういうの、なんか、基本。あね、なんか一番最近爪痕残さなってめっちゃ思ってるんですよ。その演劇のユーストやのに、もうなんか芸人前としてるというか、なんかトーク番組やから爪痕残さなみたいな感じで来るから、でいらんキャラ乗せて、そう自分で処理しろみたいなのを見ました。めちゃくちゃ滑ってるんですよ、ね、謝罪とお礼ですよね。塚本さんと2人で2人で塚本さんも白塗りしてた時や、そうそうそう、分かってないからそう、白塗りなんでいくと塚本さんの対応めっちゃ面白いすごかったですよ、あれあの絵力からすごい面白かったですね。でもアンディも5回やって、アンディも5回、うん、え5回出てる、そんなんじゃアンディも5回出てる、ね、今日もでもあれらしいですよ、なんか稽古は今やってるけど早く終わったらチンチン出しに行きますっていう。あマジで、もうちょっと滑ってますワールドラインとちゃうからね竹山さんは滑ってないですよ。面白いな、面白い、ありがたいことですよね。そうやって聞いただくの、福ちゃんも結構出てたイメージ。出てる、ね。あ、福ちゃんもですね。それこそ、ね、あの何だっけ、水菜のやつとか。あ、うん、そうね。ちょいちょい来て。高井福谷コンビっていうのがよう来てて。へえ。そうそうそう。あ、そうそれこそ信号寺の会。そうそうそう。そうやねんけど、お金と演劇かなんかも。うん。そうだったらいいですね。そう。信号寺の時も2人全然発言ができんくって。そう、でお金と演劇でリベンジやろうって言ったけど、それもあんまり盛り上がらなくてとにかくしくじる2人みたいな2人が喋るとトークが沈むっていう、まあ、ちょっと ドライにこういう感じの喋りやからみたいなのあったんですけど、そうそう、そんな感じですかね。うん、そうなりましたね。なんか皆さんはあれなんですか、出た後は何かこう反響は何かあったんですか。こっちにないもんやこっちに投げてないだろ。見たよっていう風にメールくれたのはお母さん。お母さん、お母さん、優しい、めっちゃいい話ですよ、それは。お母さん、僕がニコ生に出た時もコメントしましたからね。おかんのコメント流れる。僕がニコ生に出た、あの、うん、言論会っていうの、はいはいはい、ちゃんとしたやつですよ。登壇した時に、あの、
僕は東ひろきさんとね、当日にペロペロに飲んでたけど、もう飲むなっていうコメントが。いや、でも優しいね。本当に、なんかいいね、本当に母かよっつって、うん、うちの猫の名前言えってら合ってたんだよ。降臨みたいな。あの、言論チャンネル見る人が、母降臨みたいなこと言って。すごい、そうなる、そうなる。しかも、2回、2回。東さんも母からダメ出しが来たのは初めてです。すごいよ。いいね、血は投稿してるね。すごいね。俺俺さっきのほんまもんか。そうね、逆バージョン。母ですの方です。母です。僕はそれ、あ、僕も後からその放送見て面白いなって思ってた。だからもうベロベロだから記憶がないんで、その後放送見て、あ、なるほど、これは確かに面白いぞって、まあ、よかったですですけど、まあ、この時は酔ってないから見たよって後から。めっちゃ寂しい。すやね、すやね。何だろうね。え、高浜さんは何の会で、田舎を語ろうみたいな、田舎出身の人が田舎を語ろうっていうと、アングラ、アンダーグラウンド、危険なやつみたいな、危険な表現って言うんだ、だからギリギリの表現ってないやみたいなので、春郎さんとジョーコーと、うん、もう一人アンディ、アンディ、チンチン出しに、だからアンディがまあそういうお下品路線で、まあ、高浜が政治的路線で、うん、春郎さんがなんやったかな、ツッコミに回ってくれるんじゃないかっていう、ほんまは黒いんちゃうみたいな、なんかその辺も当たり、勝手な当たりをつけてゲストを呼ぶけど、そうならなかったし、そうじゃないっていうことがよくめっちゃ大変やったよ、その春郎さんが。だからなんか春郎さん大変そうやった、全部回してくださってた感じや、うん、フォローすごい、フォローに回ってくれて、春郎さんにとって多分嫌な思い出だった。だから来ない、だから来ない。ダイゴさんもよくわからない回で呼ばれてましたよね。そうそう、ダンスパフォーマンス、そうそうそう、絶対関係ない、なんでや。あれは多分おもろいなと思う、うんうん、全然関係ない感じのやつにダイゴさんおったら面白いなっていう話で呼んだんですよ。これは跳ねたんですか。いや、その結果がこの人数やろ。いや、ダイゴさんはダイゴさんでクロストークちょっと苦手っていうか、ないよな、あんまり普段は大体対マントークが多くて、そうそう、クロストークやりたいっていう思いもあったんやけど、でもまあ行ったら行ったで、ここの今こう話してるのをどう大事にせなあかんかみたいなのがあって、多分それこそ MC やってもらったらそれなりに、そう、全然できはると思うけど、すごい気を使ってはった感じはあるかなっていう。全然もう喋って全然いいのでなって感じなんですけどね。そうですね。そういう時の大吾さん結構空回って終わる時多いです。でも今2人でやってはりますもんね。ああ、そうですね。そうそうそう、あの大吾さんから LINE 来て、来た、あのやろう思ったら、あのもう次は俺らがやってるので宣伝してきてっていうのを。あ、じゃあぜひ宣伝をするために来てますから、参加してください。今やってみましょう、やってみましょう、いいタイミングで。味噌のってあるじゃないですか、味噌のビル、はい、味噌のビル、あん中に、デジタルカフェっていうお店がありまして、うん、そこで月1、2週目の水曜日かに、大吾さんと2人でエンプロというイベントを2人で喋るだけの、演劇のあれこれとか、演劇関係なくてもあれこれとかをもうなんか 見てきたかのように、見てきたかのように見てない芝居も見てきたから、ね、見て、うん、見てない芝居も、あらしいよみたいな話をいっぱいしてます。どんな会話してるんですか、あれ。僕も見たことないですけど。あ、でもまあかなり客だって、この間とかやったらめっちゃもう話題豊富じゃないですか。そうですね、一応触れます、触れます、はい。やっぱハラスメント問題とか出るんですか。まあやりますけど、ただまあでも伝聞で聞いた話しかないので、うん、そんなに、うん、なるほど、あの言えない、まあ聞いてても言えないこともあるので、なるほどなるほど、あのまあ当たり障りのない範囲で、うん、でもギリギリと、こっから先は察してねまで言うみたいな、ああなるほど、ね、老舗のね40代の感じでやるってことですね。そうなんですね、ちょうどええぐらいです、ね、であとは結構これその問題置いといて、まあ、自分らの話持ってったり、ああなるほどなるほど、ね、こんなありました、こんなことみたいなとか、なんかそうなんですをやってると。あ、やってます今、はい、でもなんか、そう、第5、3号言ってた、うん、反撃部の意思はエンプロが継ぐという思いは伝えておきます。いけないけどって書いてある。でね、継ぐつもりはないですよね。あ、そうなんだ。なんでなんで、別ですよね、だって別なんです、違うですよね、趣旨が。そうだ、うん、いや、まあまあこういう、まあ、演劇を魚にするトークイベントみたいな意味で、うん、なるほど、そういうこと、なるほど、僕ら
の思いって言ったらね、いつかこれで炎上したいっていう思いがあった。最初ありましたね。炎上しようじゃないか。炎上しようじゃないか。さっき言ったそのチラシの回のそのやつとか。ああ言ってた、うん。そうや。なんかだってあれを仕込んでましたもんね。あそこ破けばよかったですよね。だからね。いや、まあ、そうなるね。いやだから止められたじゃない。そうですね。確かに。かなりガチで2人が、ね。やめてくれって。あの回を見直したんですよ。はいはいはい。いや本当にいやでもやっぱ狂ってますよあれ。そうでしたっけ、うん、そうかだから途中から、はい、あの3人2人が明らかにその炎上させる方向に持っていかないこうなってるんですよずっとろかみたいな、うん、もともとはチラシのことを喋ってて前半で喋って、うんうん、で炎上治療商法ってあるよねみたいなとこから、うんうんはい、この番組で炎上させて、うんその生で炎上させてでそれがツイッターとかに上がったら今見れるやんみたいなことをやりたいリアル炎上そうそうそうだから最初はもうこれ真っ暗な状態だけどつけたらツイッターの画面になっててみたいなとこまで用意はしてたんですけど全然炎上せえへんから2人のゲストがなんかムカついてきてどんどん炎上する方向にトークが転んでいった時にじゃあチラシを破りましょうみたいなその2人が持ってきた2人の合同公演のチラシを破りましょうみたいなノリがそうですね2人も破るってね、自分で自分で破ってるあいやだから竹山さんが目の前で2人のやつを破るみたいなでここまで行ったら止められましたねやめてくださいってでアンディ君はいや全然いいですよってなったけどここまで来たらあやっぱりやめてダメだってそうだね、まあ、面白いですねいやだからあの赤い部分残ってるので、うん、ぜひご覧ください面白いあでもこの回俺いらんこと言ってないけんねどっちだ揺れ動く僕あのいやそのチラシポロク言ってすやすやすや当然さその後になんかちょっと関わるようになったじゃないですかその後ねそうそうなんかめっちゃ見られてるなとそうそう僕らほんまそうね、うん、あ切れたいいよいいよ電池なくなったいやいやそれすらタブレットすらもういい最近調子悪いだけです最近なんかお前大丈夫呪われてんのか調子悪いだけ呪われてんのか調子悪いはいって感じですねなるほど、うん、そうかあれだから裏の意図を分かってみると、うんバレながら見るとそういうこいつらがもうもうそっちも行こうとしてるっていうのが分かる。だから多分過去のアーカイブとかもなんかいろいろあってから見ると多分面白い。ああそうかもね確かに。だからやっぱりもう何回も言うけどお金と演劇一は見てほしいよねやっぱり。ああ面白かった。お金と演劇一ね。お金と演劇一ね。500万円の借金がある劇団があるんですよ。それは2対2って言うんですけど、もう今週末、今週末もう解散解散公演、それはそれに返せたんですか？まあ結局まあ聞いていくと、うん、返して入れて返して入れてしてるのの総額が500万っていうんだけど、またゲストがこれまた、はい、まあその2対2の番長がいる、うんはい、ブラックタイツの前ちゃん、うん、ともう一人はもう川瀬くん。川瀬くん。今日呼べばよかった。今日メールをした。メールをしました。俺も全然出てこない。その回も見返しました。そうそう。でも一番川瀬くんが良識人やって。そう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 。こういう風にやっていったらいいんですっていう話になって。ああでも僕らはへえへえなるほどなっていう話になって。お金とか話は別だったんですね。映して映して。まあまあまあ。そうですね。ああ、これもちょっと番長君もめっちゃ面白い。うん、だからそういうのもあるから、まあアーカイブとしてね、いやもう結構ちょっと真面目な話かもしれないけど、若い子らとかがちょっと上の世代の人ら何やってたんやろうの空気感触るにはいいかもなとは思ってたんです。もともとそういう意図もあったんですけどね。はい、ね、分からへんし、僕らの上の世代はほんまになんかよう昔めっちゃ喧嘩してたとか言うじゃないですか。うんなんかよその劇団は見に行かへんとか100円も絶対させへんとか。うん、なんかそういう世代があったので空気感としてはよく分かんなかったりするんですけど三井さんとかしてあると思うんですけどまだちょっとかじってるが、うん、俺は大からぼーって結構仲良くなってる今では結構きつかったからな、うんそう殺伐としてるもんねとこはね襲撃に鍛えたりとかねそう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 襲撃はしなかったあの大の前やな
学生運動的な空気空気空気平山さんとかですね、それまあでもそのもあったからでもね、昔はなんか100円出んのもものすごい覚悟のそうそうそう持って行ってた、そう看板背負っていくみたいな感じで行ってたみたいな話、100円しかいないですからね、うん、機内員がいないっていう今までね、そうね、だから G2 プロデュースとか本当に、うん、あのすごかったみたいですね、その初めてこの客演じっていうか、この劇団のこの人らがこっち集まるんだっていうのが本当にすごかったっていう、ね、そうかそうか、そうか12人の、ね、とか当時はそういう感覚で衝撃的やったっていう、今ねプロデュース公演って普通ですけど、そっちの交流戦やってますからね、うんっていう話は聞いたことあります。そうか、12人の優しいなんとか人とかいっぱいパターンあったのは、そういうのが組みやすいネタやったのかもしれないですね、それは。あ演目的に確かプロデュース劇公演の時代っていうのがあったから、ね、その時にはそういう、なんであれあんなに何回もやるんやろうと思ってまあ作品的には、ね、ちょっと書き換えた優しい日本人とか優しい大阪人とかいっぱいあるじゃないですか。確かに、ね、そうかもしれないです、ね、ああそういうことか、よっぽど衝撃やったよな、みたいですよ。そうか、そんで出城も全員当分みたいなそうですよ、群像劇でうまいことだったしみたいなのがあったのかもしれない、うん、なるほど、まあ、時代によってそういう脚本も出てきてるかもしれないですね、うん、いやまあでもいろいろエロスと演劇とかもね、これ面白かったですね、結構ね跳ねてましたけどね、どうなんでしょう、エロスと演劇から水着だって書いてますよこれ水着でやってたんですか、みんな。いや、煽りだけですね。これ誰が出てたの、これ西村清美さんと樋口美優さんと無我、うん、それ1回目なんですよ。2回目か、2回目は回目、あ、杉原君と加納美奈子さんと丹下真澄さん、あんまりエロの匂いしない。加納さんはセクシー先生やってるからっていうのがあったんですけど、丹下ちゃんはないんでやろうな、あんまり どっちかというと、なんかそっちの、なんでやろうね、服着てる感じがします。実はいろいろそうか、いや、さっぱりしてるとか言ってんじゃないかみたいな、そんな下ネタとか言ってもさっぱりしてるから大丈夫ちゃうみたいな、なんかそんなノリやった、そうそうそう、守ってくれるんじゃないか、なんか投げてもスンってしてくれるからみたいな感じ。一回目の方がだからね、一回目が清美さんと、そうなんですよ、美優さんと、これですね、あ、ポロリもあるべきか、あ、それが問題だが、無我、無我樋口美優さん、杉原浩介さん、西原清美さん、杉原くんは2回とも見てる、いやもう杉原くんとか書いてあるんですよこいつが跳ねてる、あーそっか、思い出した、なんかボーイになって、そうそう、本当になんかあれです、本当にボーイなんですよ、彼は、はいはい、チェリーなんですよ、はいはいはい、だから、そのいうどんな時に興奮するとか言ったら、はいはいはい、いや、あの僕は教室で待ってて、女の女性の先生が来てみたいな、完全に AV 員のシチュエーションでしか言えないそればっかり言って、でもそれがね、いいっすよってちょっとカッコつけてさも全て俺は経験してきたかと、ね、いや、ほんで、まあ、ピュアやからめっちゃいいのね、なんか別に悪ぶれもない、うん、あ、そのまま育ってくれっていう感じ、そう、それをお姉様方がいじるっていう、いじるっていう、あ、面白い回やな、なるほど、なるほど、そう、でも樋口さんも結構性に奔放な方、はいはい、奔放な方って言い方あれやから違う違う、フラッグの方が OMS 戯曲賞2年連続かなんかで取ってるような才女ですから、うん、もう芸術家としてこう性にある意味奔放なんです、うん、フォローになってる私、清美さんも結構なんか飲んだら下ネタ言うみたいなのもちょっと言うて、まあまあスナックとかでもね、ちょっと言ったりしてますけれど、はい、っていう方ったね、面白かったですけど、これいじる回で面白かったです。杉原くんをやっぱ、杉原くんはお姉さん方のそういうトークの横に添えようっていう話、うんうんうん、2回目はなんかこれ杉原くんがあまりに面白かったんで、杉原くんをいじったら面白いんちゃうかっていうのがメインになってて、女優さんはなんか後から考えた感じだったんですけど、予想通り杉原くんもむちゃくちゃでね、なんかあの好きな女優さんを見せて、じゃあ見せてよって言うから、その場でね、あのこれなんですよ、唇がエロいんですよって動画を見せ始めたんですけど、丹下ちゃんと加納さんにそれがもうモザイクバッチリかかってるようなエロビデオで、DVD とかエロいやつをその中に入れれるっていうやつ、スマホの中に入れてこれのねって言って、いつでも見れる、それもニヤニヤとかじゃなくてこれのねみたいな、唇がねみたいなこと言って、ガチですよ、消化みたいな、ちょっとサイコ入ってる、タニちゃんも加納さんも普通に無言になってどっか行くみたいな
すげえ。いや面白い。いいな頭が。面白かったですね。それはね、なんか彼が卒業するまで卒業したんですね。そうそう、だから卒業ってどっちの？いや本当にそうそう。マジガチガチ。まだ卒業してない。どうやろうか、あいつ来んのかな、聞いてみましょう。めっちゃ友達の家みたいな。行け行け。杉原も来れたら来る。来れたら来るって言ったけどね。そうそうそう、杉原も。まあ、特命もね、夏やりますし、ね、そうね。杉原企画はまだ、だから、まあ、今回最終回とは言ってますけど、うん、あの構想段階ではまだまだいっぱいあったんです。特番です。やろうか。杉原くんと女優さん1対1で喋らすっていう。誰や、誰か。佐々木康子って言ってましたね。佐々木康子と杉原くんをこう1対1で喋らせるとか。あとなんかあの子が好きやって言っててね、あの時。あの元々がっかりアバターにおった松下さんが今制作で尾崎商店さんの結構筆頭になってる広瀬ですか。そうが、なんかお芝居に出てた時にちょっとエロいシーンがあって、それがめっちゃエロかったです。スルメずっとかじってる口元がみたいな話なんですね。うん、そうそうそう、やったら口の話なんですよ。そう、口元がいいですね。ちょっと今口元、誰を言ったらいい。あ、ちょっと考えてください。京都でまたやって採用していただいて。京都だったら誰が。とかね、なんか面白かったですね。うん、キャラが立つとやっぱりね、続くね。そうね、そうね、うん、一番大変やったのとか。いや、それはやっぱり大衆演劇ですよ。 あれはもうまさに今、まあ、お客さんいらっしゃいますけど、持ち込んでいただいて、うん、で、うん、2回ぐらい、うん、いお会いしに行ってるんですよ。準備というで、実際面白いし、お芝居も、はい、でもその後にみんなこのファンの方がわーってこうやるじゃないですか、それもスターやから、うん、そこに僕らがなんかこう企画書を渡さなあかん。間つないではる方もいろいろお話しせなあかんことがあるし、うん、なんかもうめっちゃ気使わせて申し訳ないわと思いつつも、うん、まあ、一応ってやったらすごい気が良くて、あ、全然行きますよみたいな感じ、うん、ほんで実際来てくれて、めっちゃいい話してくれて、うん、めっちゃ伸びてるんですよ、あれが。3000回転以上。うわー、マジで。シンゴジラ以上。いや、一番、全部で一番。大衆演劇のファンがみんな見てはる。そう、いや、まあそうでしょうね。でもこういう番組に出ることもほとんどないね。ドメディアも言うてはって、うん、いや、でもすごいプロ意識もめっちゃ高いし、うん、いや、そうですね、そうだったさん、基本でもずっと一人でね、もう自分の話だけしてある。いや、それはその話聞く。だから一応通訳として、昔大衆演劇ちょっと好きやった、うん、古市さんっていう方がいらしい、その女優さん、あ、おはようございます。もう一緒にって感じだったんですけど、うん、そう、でも、うん、いろいろなお話を聞けてよかったですね。なんかちょっとやっぱり小劇場の役者とは全然違う、はい、いや全然、うん、なんかちょっとね、声帯としての役者っていう、うんうんうん、なんかオーラがちゃいましたけど、飲みに行くとこもその後スナックとか。あ、そうですよね、石成のスナック、石成のスナック、なんかすごいな、オス感がすごい。いや、すごいですね。はい、ここでバグダッドカフェの一ノ瀬直美さんが花が来ました。花が届きました。何番やろ。でもジャニーズ界やもんね。67番。67番です。67番の一ノ瀬直代さんですね。はい、お願いします。一はあれですね、ジャニオタと演劇を。そうね、2回やって、一応タイトルはね、2回とも出てる。主軸で出てる。1回目は主役で、2回目はサポートで、ね、そうです。すごかったの。いや、見ました。いいですよね、面白かったです。ね、すごい V6 が好きなんですよ。そう、今も頑張ってるから V6。 ジャニーズどんどん崩れていってますからね。そうそうそう、ね、そう、画像がね、その時期あってスマップ解散しましたような手当たりとか、なんやかんや問題があって、まあ今は今でね、ちょっとね、まあ、あれがあれしてますけれども、はい、そう、確か第1回は俺ら結構裏でサマップっていう企画をバーストやってるぐらいの時期に。あ、そうですね、そうです。どんな企画。サマップは単純にそれスマップが解散するのに乗じて3団と集まって何かやろうっていうので、サーティジーピーっていう企画があって、それに負けた
3団体を集めて、30GP の負け犬を集めた、ピープルやったかな、なんか負け犬を集めたピープルで MAP 3人サマップ なるほどね、そうだ、それでサマップ知らんかった。そう、でもそういう時代の時に出ていただいて結構熱く語っていただいて、そうそう、あれ本当にいい、ちょっと感動するもんな、うん、最後の手紙とかね。ね、でもなんかあの時の鈴木さん、2回目のね、鈴木さんはすごい、スマップが好きやって、うん、中居君応募してたんだっけ、まあ、慎吾ちゃん応してて、でなんか映画も出たりとか、映画出た、結局出たの、あのあれあれやね、そうそう、新しい地図、映画なんか PV かなんかのエキストラになんか出てたぐらい、うんうん、そうなんだらしい、なんか手紙送ったら帰ってきて返事がみたいなぐらいのことですよ。いやすごいですね。なんか進捗はあるんですか。そうそうそう、あそう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 、あの手紙持ってきていただいたんですね。そうそう、ご報告がファンからのご報告が、ご丁寧に、あの長野くん食通なんでレストランのメニューみたいな縦の金文字で届いたんですよ、そうご丁寧に、はい、好きやからめっちゃファンやから、いろんな思いがその後お二人結婚されたんですけど、それぞれのね、それぞれの、そっか、V6、はい、全然違うの、やっぱり全然違います。都度届くの、あれはその日に、そうですね、あ、岡田くんのはちょっと早かったという方もいらっしゃいます。なんでちょっと記者会見責められてる感じみたいな。で、ね、でもクリスマスをモチーフにしたちょっとリースっぽいようなデザインでしたし、あのゴーくんはあのゴーくんらしい、ゴーくんらしいね、とてもシンプルな。ゴーくんらしい。ゴーくんらしい。いや俺でも今あの YouTube で見てたあの感じを今生で見れる。ちょっといいかもしれない。この感じすごいなそれ。6人中4人が結婚し、4人ともパパになるという。あ、すごい。そうなんですよ。超複雑。なんかどういう気持ちで応援してるの今悩んでる、まあ、あと誰が残ってるの。あとはケン君と坂本君が、坂本君、ね、一番お芝居もいい、坂本君一番上なんで、なんかむしろ早く行ってくれたらいいのにファンもいますけれども、いますけれども早く幸せにしてあげたいというファンもいますけれども、坂本君はみんな集まったら、なんかおむつ何使ってんのとか、そうしてるんやろな、どうしてくれるの。山尾くんが弾いてるから、初めて会うやろ、初めてじゃないけど、トークとしては急に遅れてきてこんなの、長野くん、長野くん、長野くん、子供がこの間5月ぐらいにお生まれになって、皇族だよ、皇族だよ、皇族だよ、秋頃に長野くんの子様がね、生まれるんですよ、お生まれになって、お生まれになって、じゃあね、学年、同じ学年なんですよ、ちょっとどうしますこれ、みんなの、これ腰行くの、これ腰行くの、やっぱり、ね、そうですよね、あ、まあ、お下がりやんなきゃないような収入じゃないですよ。そうそう、おっしゃる通りです。まず新昭和の時代じゃない。やべえよ。やべえね。やべえよ。すごい。なんかちょっと空気が全然。いや、いいです、いいです。また後半呼び寄せます。なんかないんですか、でも昭和のアイドル好きとかないんですか。アイドル、でも世代が全然違うから、あ、全員違いますよね。そうそう、それこそ秀樹先生、あ、そう、そう、小学校の頃はもう秀樹、あ、そう、秀樹、でもどっちかというとそのアイドルとかプロレスとかが好きやったり、うん、あ、そっちに行ってたんじゃないか、プロレスで集まったら面白い話できた、あ、プロレスってやってないよ、やってない、やってない、プロレス好きな演劇の人めっちゃいますもんね、そうそう、もうここでもできるし、ここでできるし、やってたし、まあ、エンプロはだから演劇でプロレスするのね、サミプロ、カミプロ、ちゃうね、シュープロ、シュープロ、いや、でもカミプロのイメージが強いらしいです、なるほど、なるほど、へー、そん
まやプロレスやってなんか一緒に WWE とか今行きましょう。ああ行った行った。そんなのある。でも逆に多すぎるっていうのもちょっとなみたいなのあるかもしれない。野球演劇人とかもだからめっちゃ多い。そうそう。喋りたい人いっぱいおるやん。でもそんな聞いてもなみたいな。だって俺らが興味ないから。プロレスと野球だね。そうそうかな。プロレスはまだなんとなく演劇というものと密接な。そうですね。実際やってたとかもあるし、なんかまあパフォーマンスとしてはそうなのかもしれないですけど。まあ、やってもいいかもしれないですから、またなんか企画書をお持ちいただけると、うん、こっちが動かなくて自分たちは全くでも喋るっていう。そうね。え、プロレスとか見てる？筋肉マンしか分かんないです。いやでも筋肉マンの知識は筋肉マンも分かるんだ。2世じゃなくて、いや筋肉マンの方が。それはちゃんと見てない。でもそのジャンプ好き演劇人も多い。あ、ね、多い。ワンピース好きな人いっぱいいるし、漫画、だけで無限にできますからね。まあそうですね。漫画とかでもやっぱなんとなく演劇人はここら辺好きみたいなのあるんですかね。ああ、どうなんだろう、世代なんですかね。あ、まあそうですね。まあガンダムがね、まあ、まあ、ガンダムが大概劇団ガンダムがあるですしね。そうかそうか。でもジャンプ、ジャンプやのマガジンじゃないでしょ。ヤンキー漫画好きな演劇人いないですか。いやいや、うん、やあの、タメ君とかぶっこみのタクがバイブル見てました、ね。ちょっとね、南の匂いしますよね。島田とかそっち。別にジャンプじゃだけじゃないと思う。牛尾とトロ。あ、そうか、そうか、やってる人とかもいるし、カラクリサーカス好きああいう人もいるし、あ、でも確かに、成田和弘演劇人は多いと思うんですね。結構工場例とかも舞台になってるもんね。なんか作品によるのかもしれない。でも今 2.5 次元ってあるからさ、余計にそういうのやってもいいかもしれないね。マチさんもやってありますしね。マチとかね、磯部そこかよ。語りろとかね、今。ああ、そうね。いろいろ舞台化できるみたいな。もうね、舞台化できないのかあるんですかね、なんか。何やろ、絶対無理なやつみたいな。ガンダム。やってるから。ガンダム、劇団ガンダム。あ、劇団ガンダムな。やってるもん、作品なんか。そうですよ、復活さんとか書いてましたね。舞台化したらね、みんな裸で歩いてる。そうね。そっか、毎日ね。見てないんですけども、押井守が鉄人以上。28号です。やってる、やってる。あれでもひどかったんですよ。すごい評判ですよね。あ、そうなんよ。なんかやってる。すごい評判。そうなんだ、そんなに。え、なんかそういうの語る回もデビルマンを語る回。デビルマンねー。でもなんかシンゴジラを語る回はちょっとそっちのノリやつ、ね、そうね。まああれはその当時の熱もありましたし、やってすぐやったし、うん、なんかそんなお前やってもいいんかもなって言うけど、もうやらへんからまあまあ、でもそうです、そうです。ただなんかそこで結構僕ら3人と、あとまあ森山君とかね、はい、お天に森山君、元大手に盛り上がるとかと会議するから、うん、その時にだから全然4人が知らん漫画やったらまず出てこないっていうのはあるかもしれない。若い子で流行ってるやつとか、うん、まあ、分かんなくて、若い子じゃなんかラップの回もやろうとか。そう、それはやんまや。そうだそうだ、そういけど、それこそ小山君とかアンディ君とかそこにみんなヒップホップ、そうね、うん、若者高校生ラップ選手権と か、 なんか若い子のなんかちょっとこの場でサイファーやってもらうとか、はいはいはい、そういうのも面白いよねっていう話は、ね、話はしてたね、うん、楽屋でやってた。そう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 、そう、どんな感じなの、楽屋でやってるのを見てる気持ちは。俺も入りたいけどどうやって入っていいか分からへん。わかります。なんかずっと音鳴らして、俺は小山優太ベロベロガキみたいなことをやってる。その現場はその小山君演出助手で、途中で俺がもういっぱいいっぱいから読んで、うん、でちょっといろいろ手伝って雑用やってもらったんだけれど、まあ周り知らへんお兄ちゃんお姉ちゃんばっかりだし、で、まあ、でも優しい人らがいろいろおって、うん、ようやくちょっと慣れてきて、うん、でもみんな本番準備やからバタバタしてるんで、一、うん、人で小山君がおって、その隣に伊藤俊九郎君がおって、俊九郎君となんか仲良かったから、二、うん、人でちょっと俊九郎さんやりましょうよ俺はみたいな、俊九郎君もなんかやってて、キング&ヘビーみたいなことやってて、で俊九郎君はそこまで別に稽古してるわけちゃうから、グダグダになっていくダジャレだけを言う
ダジャレないな、うん、もうダジャレになってます、まあ、ダジャレ、インフルはダジャレ、まあまあそうですね、野田秀樹とかもダジャレ打ってたんじゃない、まあ確かにそうですね、まあ、そう、野田秀樹、野田秀樹の宣伝してよ、じゃあね、今はいはい、全いや宣伝ちょいちょいしよ、野田秀樹の人、あの人はね、人物の世代子供生まれましたね、あ、違う違う、そうね、三子が、ね、62にして3人目の子供が生まれた、ね、ヤフーニュースになってましたよ、らしいですね、何何、何かあるの、バグダッドカフェ12月にあの3年ぶりにお芝居をやるんですけど、それが、野田秀樹のの獣来たりってやる、あ、そう、それこそ本当ダジャレ、なんか言葉遊びみたいなのばっかりなんですよ、のけもの来たりてって、のけもの来たりてっていつのやつ、1982年、ユーミン社、ユーミン社、ユーミン社、生まれた時、83年に第27回の、岸田国を岐阜賞を取ってるっていう作品をやるんですけど、一応宣伝って言うたから言ってええかなと思って一応 言うといたんですけど、え、バグダッドカフェの本公演としてカバーをやるんですか、そう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 、アイホールの現代演劇、レトロスペクティブっていう企画があって、あー、なるほど、そうそうそう、それでやるの、野田秀樹に負けじと演出をするわけやな、そうため息まじ、いやだからもうこんなん言ってええんかな分からんけど、うん、だからあの企画って基本は作者が組むの、うん、アフタートークに、あー、はいはいはい、でどうやったって話、はあはあ、でまだ全然決まってないから全然あれなんですけど、うん、今まではね、うん、僕らも今まだ全然の話なんで、うん、あれで、うん、何にもまだ言えることはないんで、うん、これは全然なんですけど、でもし来たらって、うん、めっちゃ嫌やん、めっちゃ緊張するってことじゃない、嫌いってことじゃないよ、上映が嫌いだよ、もうあいつ嫌やってことじゃないよね、こっちはこっちでやっときたいやん、なんでそこへもこれなんいやそれはまあいろいろ選んでいったら生きてない人、大人の事情、あ、そうね、似合おうとかやって、いや違う違う、だから来たら怖いよ、じゃあじゃあでも実際昔は昔何年か前は寺山修司さん作品やって、うん、嫁はんが来はる、へぇ、嫁はんとかも来ちゃうんや、それをめっちゃ褒め、あのごまの花さんだったかな、言ってキャプチャーだから、でもシェイクスピア子孫とか来ますよこれ、多分子孫ですか、いた子が、いた子が、あ、大川先生、大川先生がめんどくさいからやめよ、大川先生自身がシェイクスピアです、やめろ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 、そう、そう、まあそんな感じでございます、宣伝くらい、はい、宣伝でもあるじゃないですか、あ、はい、なんか時間もね、あ、とりあえずですね、うちの劇団、アガリスクエンターテインメントっていう劇団、東京のすごい面白い劇団なんですけど、がいつも新宿で新宿コントレックスっていうコントイベントを、コントレックスでやってるんですけれども、これがですね、あの初めて新宿 と、京都と名古屋と3カ所でやる予定になりました、うちはもう全部出るんですけれども、もう明日には新宿行って、来週、京都コントレックスっていうのがスペース遺産東福寺っていうところでありまして、アガリスクエンターテインメント と、ザ・ゴー&モーズ と、ユニット美人とそのうちと、夕暮れ社男園とうちとで前座が丸山交通公園という形でやってやる予定でございまして、こちらね、ぜひ見に来てほしいただきたいなと思って、今週末に、新宿でその7月14、15は名古屋でやりますんで、ぜひともこちらを見に来て、3週連続ですか、3週連続ですよ、本当は、もう本当はまとめてやってて交通費を浮かしたかったら2回行かなきゃいけないですよね、めんどくさいなって、ああ、センターセキュリティを抱いてるね、これあれですよね、え、新宿ね、俺が知ってるやつちゃうからな、そうですね、テアトロ、シアターミラクルっていう、シアター、あ、ミラクルかですね、歌舞伎町のど真ん中の、もう本当に、うん、わー、ちょっと歩きたくねえなっていうところになんか芸人さんもやってるやつではないですね、それではない、あー、それはなんか、それはそっちだ、そっちだ、はい、でもこれもこれでコントレックスって最近よく聞くな思って、あの本当にアガリスクすごい、あ、うちもあの時事ネタ系のコントいくつか、やる予定でございます、あの高度プロフェッショナル制度のね、やるすごいそういうコントですとか、あとあの
もし平田織座が AV を撮ったらっていう現代交互 AV っていうコントを見て、ね、すごいこと言うよね。もう兵庫県に来ようとしてる時お子さん生まれた時に、そうですね、とか、まあ、僕の子育ての愚痴を全部言ってるコントとかですね、そういうの読む本立てで貧乏やねと、うちは、その後、昨日情報を発表したんですけど、11月の前半に京都芸術センターの GO プログラムっていう、なんかすごいプログラムらしいですよ、京都主催らしいんですけど、ちゃんとしたやつね、コードマバーゴラ劇場で、モリエールっていうですね、あのフランスの風刺喜劇をやる劇作家さんの、あと、いつも時事ネタ時事ネタとやってたんですけども、そういう古典に挑戦しようって、まあ、あまりに批評家が見に来ないで頭きてなんか古典とかやったら偉そうに来んじゃないのかなって思ってて、モリエールっていう人すごい、本当にルイ14世の庇護を受けてすごい風刺コメディをやってたんですけど、なかなかすごいんですよ。なんか脚本読んでたら他劇団の悪口とか書いてるんですよ、脚本に書いてある、書いてある、悪口っていうか他劇団の演技の方法とかわざと真似、大げさに真似してバカにしたりとか、面白いですね。あと自分を批判する批評家とか、モリエルの芝居とか本当どうしようもないですなとか言ってる、その批評家後からとんでもない目に遭うとかっていう、そういうネタをいっぱい書いてる、性格悪い人なんじゃないかな、まあ、すごいちょっと共感をできる、あ、そうですね、あ、確かにそんなメタな、メタなことをやってた、やってた人なんで、そうですね、やろうと思ってますんで、ぜひ、で、このコントレックスの会場で、ですね、500円安くチケットが買えるので、ぜひこれも来て、うちのチケットも安くゲットしていただければなと思っております。ぜひぜひ、ぜひぜひ、はい、すごいね、コント、コントやんね、コントです。笑いの内閣自体はコントなんですか、演劇なんですか。いや、本公演は演劇ですけど、コントをやるときはコントをやるときも、何が違うんですか、何が違うんでしょうね難しい。一回でも三鶴木さん読んで、これ大手院のなんかで、はいはいはい、コントと演劇の違いみたいな、カノトスさん と東京ガールの声とかってなんか喋ってもらったりしたことがあって、うん、どういう結論なんですか。いや、もう覚えてないです違う、いけんかって、多分僕いけなかったそれ、お誘いをして、何が違う、もともと短い芝居って意味ですね、コントみたいな。それがまあ今やと、まあその笑い中心のものだろうねみたいなことじゃないですか、うん、物語性よりも笑いが重点にあるってことと、物語が中心なのかの違いなのかなですけど、演劇も物語は中心でもないしなみたいな、難しいと思う。まあ、しいて言うなら、物語の決着をつけなくていいのがコントなのかなとかって思ってました。どうなる、その時の3人では、大して変わらんでっていう、まあね、やってる方は変わらんで、見る方が決めたらええんちゃう。でもこれは真理かもですね、確かにね、爆発したりしますからね、そうね、周りが決めたら。本公演でもなんかな、収集つかなくなってエヴァのパロディにした時とかある。それはおめでとう、なんか最後みんなでおめでとう。シーマーでやっちゃって、演劇、演劇だけど。難しいですね。まあいいや。まあそんな話もね、いろいろね。休憩とかやってられるかな。あ、そっか、ほんまやね。もう10時もう10時やん。1時間経ったね。もう先入れようかなと思ったんですけど。見た方がいいですよね。サッカー、まあ、サッカーは見た方がいいです。サッカー見たら、今日は何、もう絶対わかんない。今日はドイツ韓国戦とか。日本じゃないでしょ。日本は明日ですか。明日ですね。はい。ポーランドですからね。そうか。どうすんの、サッカーとかもね。え、でも。次とかおるんですかね。まあ、おるわ、おるわ、おるわ。いや、この前はうち、サッカー全然知らないのに実況解説をするっていうやつやりましたね。マレーゲンズコントか、ゴーダ男子とか。コントやってた。もうずっと、なんか、一人だけ詳しい人いたんですけど、全然知らないから、ブンブデスリーガーとかあると、ブンブグチャガマとか、そんな感じなんですよ。なんな、そうね、なん手使わないのかとかそれは知ってるやろ、それは知ってるやろ何この、え、
ボランチとか何とかって、ああなるほどなるほど、サマーとかそういう感じで、ブランチ系な感じで、レベルので実況解説する感じで、なんか面白そうだよね、そういうのやってましたね。なんか白くね、ちょっと詳しくなってきて。あの僕の同期のアリババ君というかサッカー見てどうやって応援していいか分かるからずっと蹴れ蹴れ蹴れ。いや蹴っとるし。蹴るよれしも蹴るから。サッカーと言わせないんかな演劇はあんまり。あんまり。でもなんかサッカーのフォーメーションとかはよくあだから。A 級の土橋さんとかめっちゃ参加する。うん、あそうか。あと夏季空客もなんかそんな感じのやつやった。スポーツ演劇みたいなのってませんでした。土橋さんと一緒に試合見たコートジボワールと戦ってる。いや違う、月下大会とかで。ああ、豊岡。豊岡に行った時に、まあ行かないで中継見ようって言われて、そうっすね。土橋さん。そうそうそう。だからそのくらいかな。あんまりこれで、あと、え、誰やアイエムさんは違うか。サッカー。それでもバンダナだけのイメージ。サッカーあれなの。サッカーみんな苦手そうですもんね。うん。あんまり盛り上がらない。サッカーとか若い子若くはないのか。でも若いか。20代の人やったら結構サッカーあれなんじゃないですか。いやだあんまサッカーバニアはいないですね。ピンとこない。いない。みんな今日結構やると昔イングランドのキーパーだったシーマンっていうのにめっちゃ似てるんですよ。知らねえ。名前も分からない。ポニーテールにヒゲっていうだけ。メガネ。結構いそう。メガネ。あと調べてみてください。デビットシーマン。デビットシーマン。メガネもさんと似てる。サッカーはいい。サッカーはなんか野球は結構あるけどサッカーはああいう人あんまり。まあ後藤博人がむっちゃ好きなんですけど。後藤さんの時代ってその J リーグ出始めとかいやもうだからもうそれ以前の子供の頃にもペレ、ベッケンバーガー、おーっていうかまもかまもベッケンバーガー、ベッケンバーガーそうですよ、名前がねベッケンバーガーですか皇帝皇帝ベッケンバーガー皇帝って皇帝ペレ王様やつすごいなばっかりやすごいな将軍とかも言いますからねそっか何でも言うんですよね神様は誰でしょう神様、マラドーナ、神の手。いや、ボボブラジルじゃなくて、ボボブラジルはプロレスラーじゃない。ペレ、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 神様、神様、ペレ、神様、王様じゃん。神と王様って全部身分が違いますよ。ED の人がペレ。ED、ED、ED、あとあの勝利の脱出っていうスタローの映画。あった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 。手使った人は？あれマラ、マラ、あれがマラドーマラ。そこで止めない。そこで止めない。そうか、なるほどね。でもっていう感じやん。っていう感じですね。本当に難しいところですね。まあサッカー時代別にいいやけど。だからこういう会議してるんですよ。あ、なるほど。いやサッカーいないよね。じゃあどうしようみたいな。やめやめ。野球多すぎだね。そう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 。どこ好き？どこが好き？カーリングだったら。2002年ぐらいからカーリングを姉ちゃんと見てそんなちゃんと前から見てたそうですよもうそんな前からこれはすごい見てて面白いスポーツやなってすごい違うよ先見の明はあるねそれは今しか見ん感じやけどね今から人がたくさんいそうやねしかも男子見ないっていう女子のしかねそうか男子もあるんですよね。男子の方が面白い。面白い。そうなんや。めちゃめちゃあれもめっちゃ速いし、パパーンっていう迫力めっちゃあるし。あんなゆっくりしたゲームじゃないんで。やっぱ技の応酬が。男子もさっとね、栄養ドリンクとかすっと飲んでるだけですからね。もぐもぐタイムみたいな。もぐもぐタイムだけ見てるやつがいる。基本的に女の可愛い女の子たちがわちゃわちゃやってるのが見たいので例えば昔新体操男もありましたねああそっか新体操さ今もあるでしょ今もあるのかアンバとかそうかそれ体操の体操か新体操でボウリングのピンみたいなの持って僕なんか男子やってた覚えがへえあれな細かくて伝わらないものまでの人いるじゃないですか。いっぱいいますね。体操の人。あれのイメージがあるから、もうずっとやってるんやと思ってた。でもあれはあの人は体操の選手のパロディをやる人
あ、そういうことか。新体操って昔男子も興味あったはずやのに、なんか最近ないなと思って。ないの。いや、でもなんか新体操やってないだけですか。やってないだけですか。どうなるの。芯が取れたんじゃないですかね。あ、体操になってんのかな。体操か。体操は体操で あるからさ。戻したね。取れたとかじゃない。それはそれであるからさ。そうなんけど、芯が取れた。取れることはないと思う。まあ、ずっと新千歳空港とかもずっと芯ですからね。新千歳空港なくなったのに、いつまで新千歳空港。次の千歳空港ができたら取れるんじゃないですか。新進新進はちょっとしんどいなって、うん、めちゃめちゃどういう話何の話やん。やばいやばいやばい、新千歳空港と旧新千歳空港の迷路になって、ロイランスのそれで迷路になって、もう迷子に笑うかな。笑うかだってもう早押しを行きたい気持ちもあるし、でもなんか喋りたいことありますか。なんか宣伝とか、せっかく宣伝とかしてもらわないと、ほんまに僕らは多分この話をずっとやってるんじゃないかな。じゃあ一応宣伝しておいて。ああ、宣伝してください。8月の、8月の7日に、サーティーサーティーで、スタージャックさんのワークショップをやらせてもらったんですけど、去年、はいはい、その中から3人プラス1人4人で結局使うことになったんですか。はい、まだもうすぐ稽古始まりますけど、はい、1行もかけてないですけど、はい、まあでも面白くなる、はい、面白くなります。それはあれですか、佳代子の大発明ではなく、そのワークショップの人たちと一緒にやる。だから有本は絡まない。そうなんや。じゃあなんていう感じになるんですか。二郎さん単独ですか。二郎図なんとか、いや、いやそれはなんか、スタージャックス、だから F 星 J ラボをかける二郎松さんかな。だからその、だから今後そんなんあった時に、その後ろが俺の名前じゃなくて別に、あ、スタージャックスさんのワークショップ主導みたいな。そう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 、一応、はい、なるほど。フィーチャリングそういうことです。まあ、わからないですけどね。まあ、今後あるとしたら一応そういう形にしたいと、スタージャックスさんの望みさんとか言ってあったんで、スタージャックスフィーチャリング二郎松田。あ、でもそうそうそう、まあ、ただスタージャックさん要素ゼロですよね。入れると思うよ。稽古場だけですけど、でも多分縦入れると思う。縦ですね、時代劇ですよ。二郎さんの感じやった。入れる。まだ一行もかけてない。なんぼでも、なんぼでもできます。なんかだって多分なんやかんや言うてって感じじゃないですか。やりたいことあんねやったら別ですけど、なんとなくこういうことやろうみたいなのはありますけど、うんうん、それには縦一切出てこないからどうしようかなってなる。ああ、なるほどね。逆に離れすぎててっていうパターンです。まあ、まあ、はい、まあ、いや、楽しみ。あ、あとで、10月末に佳代子の大発明が、第1回本公演を、旗揚げ公演、旗揚げ公演をやりますので、うまさやらないのかしら。せやわ、せやわ。ほんまに今更っていう感じは経営が正しい。で、今ずっと人がふんどしだけで、大事です。大事ですね。ちゃんと外堀から埋めていって。外堀だか分からないけど。そうですね。以上ですかね。なるほど、なるほど。ご期待ください。というところですね。これも書けないです。鶴木さんは、はい、鶴木さんはいいですか。全然、はい、私も10月、超人予備校の公演が、10月の19、20、21かな、ファーストの方でありますので、多分1週間前かな。あ、なるほどね。連続で、はい、でやりますので、はい、そうなんですか。すごいね。はい、今回はあのトト猫物やります。はい、猫や、猫物やります。キャッツですか。はい、まあそっちに行くらいやん。ちょっとやるかもしれんし ね, ねえ、どうやろう。まあ江戸から離れたんでね、やっとね、猫年がなかったから。なあ、そうですね。はい、あと、天王寺動物園の方でやってますお話し園が、7月の8日、9月の15日、11月の11日と2ヶ月に1回ずつやりますので、すごいな。はい、入園料の500円で見れますので、はい、来てください。そうそうそう、よろしくお願いします。あれ、どんなんでやってるんですか。お話し園って、お話し園が今から始まりますみたいなんで、子供が集まってきて、まあ、そう、そういう感じ。ビラ配って、そのなんか、あの一応、まあ、タイガーくらいで、年に1回だけあの野外ステージやるんけど、でやる。ある着ぐるみ着てやる。着ぐるみではないです。耳を生やします。人形の長寿命なんで。ほんで動物界の
みたいなものをやるんですか。うん、そうですね、まあ、あくまでも天王寺動物園にいる動物を使ってなんかやる。へー、面白そう。そうですよ、だから見てから動物見てからこれ見たらストーリーまた変わってくるし、これ見てから動物 見てないぞっていうので、なるほどなるほど、まだ面白い。でもテイストはもう超予備さんのテイストなんでしょう。そうです、初めはもう子供に教訓を与えようと思ってやってたけどもアホらしくなってどんどんコント容疑にそんな言うの当たるのちゃうコント容疑にしまったらものすごく教員さんとかに怒られるようになって怒られてはるんだ検閲と言われてた。検閲直した。これはちょっと困ります。ですか。いや、それすごいもんですね。そうです、だからちゃんとしてるじゃないけど。検閲を書くのか。検閲を書くのか。そうです。あくまでも動物のことで嘘ついたりしてないから。正しい作品が。なるほど。そうですよね。動物のことはね、正しく見てほしいと思って獣医さんにそれを提出するんですけど、そしたら。生態としては正しい。うん、そうそう。それを人間の倫理としては。それ返ってきたら、この言葉遣いは子供には難しいんじゃないだろうかという言葉の検索みたいな。どんどん。わあ、そこは聞いてない。そこはこっちも頑張ってやってるところまで。まあそうですね、なんかカバとかあんまり難しそうなこと言わないそう言うみたいなのあるよね。そうカバピンポイントそうね、なんだったら賢いこと言いそうなんだ。いやでもそれはやっぱなんかフクロウとかさ、なんかそれこそもうライオンキングとかやつがじゃないの。フクロウとかだね、なんか超お子さんにタンジンとかも言いそうなんだ。それは言わない。俺はそれだよ、マンドリルは賢いって。ああそうか、ジャングルタケンのやつをね。そうかそうか、そうね。でも実際ちょっとそんなやっぱそっち系統の頭いいやつはそう頭良くするとかあるってことですね。面白いな、みんないろいろやってますね。メガネ4っていうのが、ね、まず忘れてました。それ、はい、あの今年の勝沼君、あの水星マジックの勝沼君と、オーバンコンの野村さんと私の3本立てになりますっていうことだけ。はい、どうぞどうぞ。山尾企画全然ね本公演打てないんですよ最近、仕事忙しくて。なんか海外で何かやるってことですね。海外でこうやんだ。海外行った時に、うん、台湾今年の頭に社員旅行行った時に社員旅行行った時に1日フリーの時間あったんで、向こうのなんかまあ芝居小屋みたいなとこどんどんどんって叩きに行って、すごい芝居してきた。ジャパン、やってきた。いきなりどんどんどんって叩いて芝居できるの。できました。一人でやるの。一人芝居を。え、観客は？観客はもうその滞在できる時間の限りにこうやって紙持ってお芝居やります。すごい伝わるの、それで芝居それは僕の言葉で書いて頑張って9人集めました。すごい、すごいね、9人。台湾で9人だもんね。台湾って何万人ぐらいするの。何万人でしょ。でも大体国土で九州ぐらいの大きさですね。台湾に数万人だったらね、日本だったら90人呼べるのに。おはい、いや、確かにね。いやでもそれがすごいね、そこまでだってな、言葉もわからん、状況もわからんところでガーン叩いていったら、なんとかなったって感じですね。すげえ、何なの。そういう感じ、行動力。そんなもっと言ってよ。はい。いやいや。で、公演としてはいかがですか。予定はないんですけども、はい、まあなんか仕事早く終わる日とかにやる予定のない芝居の稽古をする会みたいなのは月に1回ぐらいのペースで最近やってて、でまあなんかツイッターで、はい、やりたい人みたいな感じでポンって招集かけてみたいにやってるんで。いいですね、日常の中に演劇があるというかね、それも全然いいと思います。またそれもぜひなんかこう興味があれば、はい、山君のツイッターを見てればいい、はい、なるほど、ね、山岡君のツイッター見てたらたまに言います。参加費無料です。ああ、いいじゃないですか。やる予定はないです、芝居は。
誰か来た。この時間に。これは、これはでもワンディ確かに。ワンディ確かに。ワンディ確かに。その可能性は。杉原くんもいない。LINE 来てますか？杉原くんかな？そう。原くんかな誰にせよチンチン出してほしいですね。そうね。でもね、可能性、もしかしたら浜口さんっていう可能性もある。唇を出してなるほどなるほど。浜口さんが出したらめっちゃおもろい。携帯のところめっちゃおもろいけど。石田さんのもんないですか、ね、全然おもんないそう。すごい。あれ誰だろう。すごい今待ってる。待ってる。待ってる。お前。何もないし。待ってる。お前の家みたいな。誰やろう。私も客への宣伝した。あ、してしてして。してして。8月の23、24、25。おお。まあでも宣伝しようしまずは。ちょっと待って。あの劇団に客演します。はい、私。去年多分10月ぐらいに大阪で芝居したぶりの今年初めて大阪で芝居するんですよ。ですよ。はい、大阪でお芝居するんで、はい、やめニューロン見に来てください。はい。あ、はい、ほんまや撮ってたやん。コリッチ。おばん。あ、そうだ、うん、そうだ。あ、そうだそうだそうだ。すごい、はい。おめでとうございますなのかな。わかんないけど。嬉しい。では、じゃあそこのちょっと佐々木さん、多分告知しに来はったんですよ。やらしいこと言わんといていやいや、でもやらないあ、いや、あのこうあ、待って待って佐々木さん何番じゃあ番号言わなあかんねん。番号そうそう、ね、なんか適当で言うたんやろ。いや、何やった佐々木さん何番やったの。あ、ちゃんと一緒のとこ。あった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 。映像かなんか。そうですよ、映像37番37番、はい、はい、ありがとうございます。宮川37番、宮川咲です。ちょっと、ちょっと、ちょっとオーディションもそうやったら、すごい。いやね、すみません、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。いや、だって最終回、最終回、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。でまあ、ちょっともう宣伝をしていこうかなみたいな感じで、うん、あ、もうそんな感じで、そうそう、なんかうちやらしい感じで、するというタイミングになったらさっと入ってきはったんで。いや、やらしい、やらしい。違う、おめでとう。それにね、いやいや、いや、一人芝居でツアーをね、いろいろやってらっしゃいますから、あれですけれど、はい、はい、なんでもとりあえず宣伝終わらせます。とりあえず、あ、終わらせるってな。すいません、まずあのこちら、はい、ピロスケも、はい、そうですね、一緒ですけども、はい、あの道頓堀セレブが、2年ぶりに、やります、はい、こちら大阪と東京ですね。でやるんですけども、大阪が9月の14日から17日、東京が9月の28日から30日でございます。はい、今回は7人の、かなり個性豊かなこちらの女優さんたちがいっぱい出てまいります。そうですね、それこそ賞を取った三河本さんも。あ、そうですね、そうそうそう、この間ね、賞、はい、をもらってはった三河本京さんも出てはります。いろんな方が老若な、何話なんですか、尿がいっぱい、尿がいっぱい、尿がいっぱい、何話使ってるのかな、老若男女、あ、何話こっちの、ね、全然聞いてなかったえ、演出は、はい、そう、私が、はい、こちらの、はい、何が担当で、はい、はい、で、こちらの大阪と東京の間にでございますが、私下巻の、一人芝居がようやくツアーがありまして、あ、これは違う、今度ですね、後半がまだ、ちょっと待って、あ、いや、すみません、先に大丈夫ですか、先に、9月、これの大阪の後ですね、9月に、福岡やめ編がありまして、10月こちらの東京が終わった後に、一人芝居の東京編と、ツアー今年最後が最終地が地元大阪インディペンデントシアターファーストでございます。大阪は10月の22から24月火水とやっておりますので、うん、ぜひぜひお待ちしております。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。一番でもしっかりした宣伝して一番ちゃんとしてる宣伝、そんなぬるっとぬるっと感じ、何どうしたの、え、何、あ、10月のそのくくりですね。ほんまやね、みんな10月、僕が19から21までファーストで、その次が田口、週末がね、その間に、あ、うちが、うん、あ、次が、じゃあその次の
まあ、全部ずるっと来てもらったら通ってくれますからね。もう住んでもらったらいいここもそうやファーストに住み込みでじゃあ全部の方は住み込みでぜひファーストに住まれてもうちゲーション京都からこれねちょっと今来たんですけどいただきました。お客様からはい。おすごい、ほらやっぱりおめでとうやん。これおめでとう、おめでとうだし空飛ぶ感激違う違う、ほらありがとうです。ありがとうありがとう、よりだもんや、ありがとうありがとう、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。最終回ありがとうって書いてますね。すごい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。ちょっと写真撮ろうや、撮ろう、あとにしん今まだ配信されてる。まとめとかですか。じゃあいやそう、え、なんてまとめ、まとめ、あ、まとめですか。あ、そっか、ぼちぼちもう時間的にはもうでもね、さっきはちょっと来てなんやかんや言ったぐらい。いや大丈夫、ついていくよ。まとめですか。まとめでもね、まあ50回やってまいりましたけれども、はいはい、今回で、ね、終わりという感じですか、ね、はい、まあ、ぶっちゃけ言うと終わりではないので、まあまあ、まあ、何かがあればやるっていうぐらいなんですけど、ね、はい、まあでもあの今までこういうね、皆様あの個性豊かなとか、うん、今日聞いていったらほんまに適、なんか適当ちゃうわ、いろんなことをやってらっしゃるいろんな活動をしていらっしゃる方々がずっと毎回毎回出ていただいて、僕らはもうずっとゲラゲラ笑ってるだけやったんですけれども、ずっと楽しくしていただいて、本当にあの関わってくださった皆様と、それからいつも来てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、かんぎ三昧さんと、あと、見てる皆様ですね、いろいろと、はい、今までスタッフの方もありがとうございました。はい、じゃあ一応これで、歓迎三昧は、歓迎三昧さん。おー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 すごいドキドキするよもうそれ。ちょっと一言だけ言って終わりしましょうか。あ、じゃあ、はい、なんかありますか一言。まあ、なんか、まあまあまあ、なんかこんな大体なんかね適当なことを、あ、言ってもいいんだなみたいに思ってもらえてたら嬉しいなと思います。あんまりね真面目に考えて何でもみんな言いたいこと言えばいいじゃないっていうスタンスでやってたと思いますんで、うんうん、よりそうですよね。そうですよね、なんかね好きにやろうじゃないっていうのがもっとね、これからも広まっていったら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。立花君どうですか。いや、いろんな人と出会えて楽しかったです。はい、あ、シンプルでもそうだよね、本当そうだよね、うん、絶対これやってなかったら会えへん人ってめっちゃいっぱいいて、確かに、ね、なんか演劇っていうものを通じてなのかわからないですけど、いろんな人と出会えたなと思って、まあこれからも全然出会っていくんですけど、はい、まあ、そういう一つの機会になったんで面白かったなと思っております。はい、そう、他の人もね、マネしてやったらいいね、今度ね。他の人誰かマネしてやったらいいね、ネタのある人がね。全然全然やれるんですか。僕らもネタないからね。そうね、まあ、次はだからその後は二郎さんと大悟さん、エンプロが僕らの魂を引き継いでくれるんですけど、まず引き継がないですで、うちゲストとか呼ばない、やっぱりそういう意味では毎回いろんなゲストが来るっていうとこ行くが大変でしょ。まあ大変やけど、でもなんかそれはやろうってなったらやるので、だから何かあれば、あの持ち込み企画があればそれは全然動くのは動くとは思いますけど、見てるお客さんとかがこんな、え、なんか実際実際そうですよ、からありました、その大衆演劇とかはそうです、ほんまにそれで僕らだから会いに行ってっていう感じでやってますんで、それがあれば全然やりますしというところなので、ぜひまた、そうですね、はい、言ってください。はい、僕らはもうちょっとしんどいんでやめます。毎週はちょっと疲れちゃいました。毎週じゃ毎月こんな感じでネガティブにネガティブに押していこうと思います。じゃあ皆さん今までありがとうございました。ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。